皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか私はですね、今日は朝深川で目が覚めました。そしてですね、いつもラカンパーニュホテルに泊まってるんですけども、チェックアウトをしようとしたら、えー、寺島社長がですね、いらっしゃいまして、久しぶりにお会いできて、えー、最近の、えー、動向だったりとかですねあの、カレーですね、新しくなったということで、 また今日もいろいろとあの味を確かめたくですねスタッフと一緒に食べたいなと思ってトトマトカレー買ってきましたよ、まあその前のですねあのおまんじゅう屋さんによっていつもお父さんに会っていろいろと話をするんですがまあ今の世の中の厳しさだったりとかですねもうどうするんだっていうことをですねまあいつもお話しされるんですけども。 まあそんな中で政治力っていうのはどうなののどなかんとちょっと雨が気になっていたところだったんですけども今日は、えー、と深春ですね町ブラっていうことで去年やってたんですけど、えー、深川の市役所の方とか、まあ、関係者の方で、えー、商店街盛り上げようっていうイベントでやりますけども今日ですね2店舗ぐらい。 最初ですね和風レストラン富士屋さんの前でいろいろな販売が始まるっていう時だったんですけど十11時頃ですね、えー、っと私は、えー、前から気になっていた星野カフェさんに行ってですね、えー、ナポリタンと、えー、この度特別のパフェですね、えー、深川のフルーツとか、えー、北流のスイカとかが載ってましたけどいただいて。 タ,タンタアンナっていうところですねこんなでっかいバケットがあったりですね美味しそうなパンをですね頂い,いてまいりましたよまたサンドイッチ作りたいなと思ってます、えー、そのイベントのオリジナルの、えー、詰め合わせセットとかもあってですねそして外出たらもうガザーって雨が降ってて。 火事がある時はそんなんでもなかったんですけどもね、まあ、本当に多分今日いろんな地域で雨に悩まされたんじゃないかなっていうふうに思いますあの南の方ではですね本州の方では神奈川の方ですか大変被害に遭われた方々もいらっしゃるということでお見舞い申し上げたいと思いますが本当にあのなんか北海道も台風の影響で えー、天候が悪い中でい,いろんなイベントされてたんではないかなというふうに思います、うん、ちょっと午後から上がりましたけど私はですね今日午後から、えー、報告書ですねドイツの報告書の提出が迫っておりますのでその作業に没頭しておりましたできるかなしっかりと清書したいと思いますそれでは明日の日曜日もえー 台風の被害が少しでも少なくなりますことと、えー、皆さんが笑顔な一日でありますように。